はようございます。アンケートを先生方にお願いしたので、先生方のご意見を、報告したいと思うんですけれど、今回の講座は音の表現についてですが、まず先生方がどう感じていらっしゃるか質問をしました。その答えをお聞きいただいてから本を進めたいと思います。あなたの生徒さんがお話をしているとき、先生と喋っているときに感情表現は豊かですかっていうふうな問いかけをしました。話をしないタイプの生徒さん、例えばこちらから問いかけても黙っている生徒さん、それからこちらからいろんなことを聞いて一言か二言しか答えない生徒さんが、すごくこれ悲しいんだけど、聞いているのにも黙っている子、何にも答えてくれない子、そういう生徒がいます。それからおとなしかったり人見知りだったりでなかなか感情が表に出ない子もいますが、ふとした時に少し笑ったりするのを見ると嬉しくなりますって、なんかのちびまる子でふふふって笑う子を私はちょっと想像しちゃったんだけども、で逆に話をするタイプ、話し好きをする生徒は表情も豊か、特にここ面白いんだけど、小学校の女子が男子の文句を言うときは実感がこもっていて笑ってしまいますっていう、なんか面白いなと思いますね。それから高学年、小学校の高学年や中学生ではコロナのせいで成長期と反抗期が重なって心のバランスを崩していてレッスンに来られないとか、来ても逆にお話ばかりをしてピアノを弾かないとかっていう生徒がいるっていう先生がいましたね。それから喜怒哀楽が豊かで自分で盛り上がって、生徒自身が盛り上がって先生が何にも言わないうちに自分で解決をする、そこまで話が止まらない、つまりこうだからこうでこうじゃないのって言って、あそうなんだって自分でベラベラ喋って自分で解決してるっていう、面白いよねそういう子ね。喜怒哀楽が激しいそうです、その生徒さん。それからずっと親と一緒に来たのが、 親御さんがちょっと入んないでくださいレッスン室ねって言ったら、急にその生徒さんが表情豊かでお話をする子だった。親が離れた途端に、あこんなにこの子喋れる子だったんだなと思う子がいましたということですね。それから感情表現が豊かでいろいろな表情かっこ変顔も含むって書いてあるんですけども、見せてくれるっていう生徒さんがいますっていうことで、多分先生方の生徒さんにも今の話してこういうことがありますねっていうことがあるんじゃないかと思うんですね。あなたの生徒さんの演奏、生徒の演奏が心がこもって曲を演奏する心がこもってますかという、質問で、習い始めて1年未満の生徒さんばかりですが、教本の挿絵を見て、本についてる絵を見てお話をしてくれたり、イメージを膨らませながら歌詞を歌いながら表現して弾くようになっていますって、例えばプチワカールで身の音だけを弾く、そして風船を飛んできて木に引っかかっちゃって、ああ取れないなって悲しい想像をしたんだけれども、これを音で表現することができるかというと、やっぱり習いたてのお子さんはそこまでどうやって弾いて弾くこと の能力もまだ始めたばっかりだからない。つまり先生が一緒に弾いてあげながら、先生がちょっとこんな感じかなっていうお手本を見せてあげることも大切じゃないでしょうか。表現ができない、例えばちっちゃな子どもたちにはそういう形で表現っていうものを音でこういうふうにするとこんな流れる、こういうふうにって流れるねとか、これは怒ってるねとか、そういうような先生が何かを表示することも必要じゃないでしょうかというご意見がありましたね。真似が上手な子ほどなんだかぎもちなく振り付けされたようになってしまうことがあります。前に YouTube でオーケストラを見てる
子供がいてそれを真似してんだけど、こんななってオーバーにして雰囲気だけは盛り上がってんだけれども、多分この先生のおっしゃるのは、例えば手をコーヒーに上げてって言ったら、もうこんなになってこんなになって弾くところ、そういう真似は上手なんだけどって言うんですけれども、まあでも最初はそういう真似をしてもいいんじゃないかなと思ってますけど、でも何も表現力が少ない子よりはそういう真似をした方が私は好きですね。演奏の表現力は練習量にもよるんじゃないでしょうか。音もたどたどしく、まず曲として流れて弾けるまでに達していない子が多い。これよくわかりますよね。だからもう感情を込めて弾く以前の問題で全然もう弾けてない。だからそういう意味ではその感情表現まではいかないんではないんだろうかという意見ですね。せっかちな生徒、それから耳が良い生徒、アンプが速い生徒は手は動くんですが心が音符に注入されていない、曲奏を感じ取りきれないケースが多い気がします。多分もう次の曲に行きたい、それから耳でいいからアンプも速くって、楽譜はこういう生徒たちはちゃんと楽譜を深く見てないからそういうことが起こるんじゃないかなと思うあのご意見ですね。どんな風に弾きたいと聞いても答えられない生徒が、でもそう言いながら教師側もなんか適切にその思いつかないことが、どうやってこっちも曲のイメージを生徒に伝えたらいいんだろうかっていう思いつかないで苦労しますっていう先生がいらして、確かにそうだなと思いますね。曲の表情は姿勢や腕の使い方など体の成長によるもの で演奏でいろいろ苦労するんじゃないかっていう、そのいますよね。例えば手がちっちゃいからそこのところがダイナミックができないとか、そういうこともあるし、腕の使い方も手の大きい子はこういうふうにやるんだよって、ちっちゃい子はこう、あ、腕の体の小さい子はもうちょっとこういうふうにしなきゃいけないんだよとか、そういうことを教師は個々にあの分からないと同じやり方ではダメなんではないかなということだと思いますね。間違わずに弾くことだけに気が向きがちで、間違わないで弾こう、間違わないで弾こうと思うから、もうその曲がどんな感じかとかそこまでの余裕がない。だからそういう部分で表現をするまでにいかない、とにかく間違わないで弾こうということに集中していることが表現できない一つの理由になっているんじゃないかなっていうことが、お答えしていただきました。演奏表現は弾ける段階になってからと譜読みを優先で、先生がなさっていました。でも今は譜読みの段階から一つの音であってもフレーズのまとまりとか、それからイメージを いろんな言葉でこちらからもお話、先生が話をして、時には生徒さんから自由にそういうふうにどんな感じということを聞き出してみたりしていますっていうことで、多分教師としても弾ける段階になるまでは表現はできないんじゃないかって決めてかかってるところがあるかもしれない。でも一小節でもここの部分をこうしてみてって言って弾くことはできるのかもしれない。全部かもしれないんで今私の答えにはなってないけれども、ここまでできたからじゃあペダルをつけようとか、ここまでできたから表情をつけようじゃなくて、多分もうちょっと短いあの小説の中でそれをこう蓄積していく方法も生徒によってはいいんじゃないでしょうかっていう、私はこのお答えを見て思いましたね。音やフレーズが今何色に感じるか色を聞いてみると、たまにっていうのも面白いけど、びっくりするようなイメージの言葉も飛んできます。だからやっぱりこちらが想像できなくても生徒に問いかけて、生徒が言ってくれて、ああそういう感じもするわねっていうことって結構あるんじゃないかなと思いますね。それはやっぱり生徒に聞いてみる、それから答えられない子でもどんな感じかしらって一瞬ってこう思うことは必要なのかなと思いますね。で、質問3、ピアノ教師である先生方は今の
クエスチョン1とクエスチョン2はどうでしょうかというのが私の最後の、この講座の前のアンケートのご質問、質問させていただいたんですけれど、私自身ももともとは社交的ではなく話し上手ではないので表現は豊かではないと思います。汗のマーク。リトミックレッスンでは以前よりは表情がついてきたのではないかなと思いますが、にっこりの顔のマーク。演奏もレベルが表情までに達していないようですが、曲によって綺麗な音色、盛り上がり、かっこよく、かっこよく弾きたいという気持ちだけはありますって。だから先生はそういう気持ちを持ってらっしゃるのですからできるんじゃないかと思いますね。でももともと社交的な人が表情豊かとも決めつけられないかなとは思いますね。無口でもすごく表現できる人、逆に無口だから音ですごくいっぱい表現できるという方もいらっしゃると思うんですね。苦手だったり好きでない曲は無機質になりがちですが、そうならないよう心がけています。これはもう同感です。私も苦手な曲はちょっとやめて他の楽しい曲を弾きたいなとか。でもこれが生徒だったらそうやって選べないわけだから、なんか分かりますね。その次、私自身とても緊張するタイプで演奏に入り込む過去集中することが苦手です。もう緊張しがあってそんな曲っていうか、もうこういう風になっちゃうから、とてもそこまでまだそういうことをするのは苦手です。まずは緊張を取りたいという先生、分かりますね。これもね、テンポも乱れがよくあり、それ緊張してるからね、音があるところよりも伸びている音や書いてある音より伸びたり、給付の空間を緊張や恥ずかしさ照れもあってうまく取れないことがあります。これ私みんなそうじゃないかと思うのね。舞台に出て練習でうまくいってたのに、ここで指がなんでここでとか、私ありますよね。楽譜をこう見てるはずが急にどこを見てたんだかなって思って、で多分舞台ってすごいライトが当たったりするから余計普段の中カーッとなりやすい状態になるから、この先生のお答えはすごく素直なご意見で、もう同感です。私もそうです。あります、こんなことはよくあります。私の恩師がピアノを弾くなら歌えなければダメと合唱団を作り、ピアノと歌をセットで小さい頃からレッスンしていたので歌心はあると思います。すごいね、これね、その恩師すごいと思います。それが表現できているかは…ですが、やはり歌えないと弾けない、歌えれば弾けるということを実感しています。心からこんな風に弾きたいと考えることのできる生徒を育てたいですね。本当にそう思いますね。次の先生、特にメロディーをきれいに弾きたいと思っています。やっぱり歌えるかどうかに限るのではないでしょうかっていうご意見ですね。からもう一人は、ピアノの前で深く呼吸を意識し自分のイメージする音を弾いてその流れをよく聞くように心がけています。これもすごい大切なことだと思いますね。もう一人の先生、賛美歌の歌詞を曲を通して歌い、感謝を指先から音につながるよう呼吸を意識し硬い音にならないようにしています。確かにその賛美歌って、ね、その感謝の曲が多いからこういうものを使うっていうのもすごくいいですよね。音楽は感じ、表現することが根本だと思います。コロナ渦にあり難しいですが、自分自身の価値観に幅が持てるように演奏会、絵画展、旅行などなど外からの発信にアンテナを立てる努力に心がけています。そうですよね、音楽ってもっともっと広い意味でできるし、そういう絵を見たり外へ行くことによって幅が広がるというのは本当にそうだと思いますね。ただコロナで、ね、自粛してたから難しい部分もあるでしょうね。教師である私自身も弾いて聞かせたり音楽遊びの伴奏なんかでもその曲の雰囲気を大切に
心を込めて表現しているつもりです。そうですよね。だからいつもそういうことを思っているといろんなことの表現ができるんじゃないかなということで、この今日は表現のことについてですので、まず先生方に私の質問した3つのものを答えさせていただきました。分かる練習帳を特に使います。というのはもう生徒も大きくなって自分でこれを読んで自分で家でチェックをできることもあるし、予習も復習もできるので、この紙を今回は割に使って話を進めていきたいなと思っています。まず16分音符がどういうものかっていうことで、オリズムピックの20ページと21ページに16分音符に関してこれが出てるんですね。練習帳に書いてあるんですけど、答えていた先生方持ってらっしゃる方がいたら答えてください。持ってない方でも答えられます。16分音符が2つ分で何音符になるかなって言ったらば8分音符、そしたら16分音符が4つ分で四分音符、ここから私が聞くの。先生方考えて、16分音符が8つだったらじゃあ何音符になるのっていうことを私このここに付け加えています。つまり16分音符が8つだと2分音符になるということをちょっとここで考え問題としてやっていますね。1段目の1小節目が四分音符、両手ともっていうふうに弾くんですけれども、せっかくここで8分音符とか16分音符を習ったので、1小節目を先生方ピアノがあれば、今1小節目だけ弾いてください。1、2、3、4、ここまでですね。じゃあ右手さんを8分音符で弾いてほしい。それで左手は四分音符を4つやってください。1、2、3、はい、ここまでです。じゃあ今度は16分音符でやってみようということで、とにかく曲を入る前に四分音符との関係がどうなるかなっていうのを一小節目でここをやります。だから16分音符だったらいいですか、先生方聞きますよ。2段目の1小節目は今度左手と右手が、今度は左手を8分音符にします。1、2、3、2段目の1小節目は8分音符、2、3、4。じゃあ今度はその左手を今度は16分音符にします。それが分かる。そしたら例えばゲーム、先生方ゲームですから、私が8分音符16分音符って言ったら引き換えてください。で、生徒には難しいから、例えば4拍やったら次8分音符16分音符って続けてやるのもいいんだけれども、もっとできる子が、じゃあ最初に4分音符8分音符8分音符とどういう関係なのか、4分音符とどういう関係なのかっていうゲームをしていただけたら、このページを、1回で終わることはなく、ちょっとリズムが怪しい時はここに戻ってきて、そういう16分音符が怪しい時はこの、3巻の6ページに戻ってきてくださったらいいなと思っていますね。ダカーポが出てきます。ダカーポは曲の始めに戻ってフィーネで終わるっていうんですけれども、絶対先生方は親父ギャグだと思うけども、ダカーポが分かんないから、だからだからって私が言って、ダカーな何って言って、ダカーポっていう言葉を言ってもらうようにしています。
それでなんで終わるんだっけ、いいねいいねにいねフィーネで終わるよねっていう感じで苦しい親父ギャグを私は言って覚えてもらいます。だからって結構でもだからって言ったらだからぽで子供にだからだからぽいいねでフィーネで終わるっていうふうに言わせると頃合いがあっていいかなと思いますね。そんな形でお祭りの曲を弾いていますね。でお祭りを弾くんですけれども、この曲の順番だからせっかくダカーポアルフィーネが入ってるので指でこうやって1、2、3、4って弾いて2段目弾いてまた1段目のここの4小節目で終わるよねっていうことを指差しをしてもらいますね。そしてその次1段目の1、2小節目と同じところを見つけなさいっていうのがこれか。1段目の1、2小節と同じところは1段目の3、4小節目、それから2段目の1、2小節と同じところは2段目の3、4小節、つまりここはもう1段目と2段目の1、2小節だけ弾ければ強弱を付け替えればこれは弾けるよっていうことになりますね。それからお祭りと給付祭り、同じページにあるお祭りと給付祭りを比較する問題があります。まず1段目の1、2小節目の左手、1段目の1、2小節目の左手、お祭りと給付祭り同じですか違いますか。はえ聞きます、もう一回ね。1段目のしかね、お祭りの1、2段目の1、2小節目の左と給付祭りの左手の1段目の1、2小節目は同じですか違いますか。同じでしょ、よかった、一瞬びっくりした。その次1段目の1、2小節の右手は2段目とどこがどう違いますかっていうことを生徒にまず弾く前に言ってもらいます。これねいつも私そうなんですけど、この問題をすぐに弾かせるんじゃなくてとにかく私は分析力をつけたいので、そうすると最初のお祭りのどのところが給付祭りでは16分給付になっている、それから2小節目の3拍目のドがお祭りでは四分音符だけれども給付祭りでは8分給付と8分音符になっているんだということをちゃんと言ってほしいんですね。だからそういう形でどこが同じか違うかということをちゃんと比較して言ってほしいんですけれども、それから16分給付があるときキャッチボールをするんだけど、16分給付って旗が何本ついてますか。16分音符の旗と同じシュッシュッて投げたらこっちで16分給付でこういうふうにしてほしいの、こういうふうに16分給付ってこうなってるでしょ、だからこうやって受け取ってほしいの、だからこっちがシュッシュッてこっちをキュッキュッてやると16分音符に16分給付っていう感じで腕で分かるので、そんな形で16分音符は2つ旗がついて16分給付は2つくっついてるということを教えてあげてほしいんですけど、そうすると8分給付と8分音符どっちだっけ、16分給付どっちだっけ、16分どっちだっけ、なんだっけどうだっけっていう子がいた時に、これが16分音符と16分給付っていうのが分かるからやってあげてください。もちろん8分音符はヒューンででもいいし、そういう形で分かるようにやってあげてください。給付祭りは16分給付と8分給付をわざと私は入れました。どうしてかっていうと違うから、だから最初は、給付祭りね、うわっうわっうわっ違うんですよね、16分給付と4分給付、16分給付と8分給付の違いがあるから、それをやったし、で意外に難しいのが給付祭りの2段目、これ当然リズム打ち、左は8分音符1と2とだけど、うっうっうっ、ここはいいんだけど次3拍子ですね、1うったったったうったったった、生徒の楽譜に線を書き込むことにより右手と左手の関係がより分かりやすくなります。こういうことで練習をしてみてください。1段目の 1,2 小節目と同じところが 2回出てきますというのはここですよね。
4段目の 1,2 小節目が同じことが全く出てきますよって。じゃあ1段目の 1,2 小節の右手、これを音を出さずに指番号を間違えずに弾く真似をしましょうというのを私が出してます。でここはこういう感じ見えるかな、こうやって鍵盤弾かない、1,3,1,2,3,3くるん、1,2,3,4,5っていう形でやるんですけれども、音を出さないで生徒に指番号で1、あ、先生方鍵盤持ってるんだ、やりますよ、指番号言いながら先生方もいいですか、はい、1,3,1,2,3,3 2小節目1,2,3,4,5ということで、白黒白黒白あれ白これ、ね、持ってる先生から言ってせーの、白黒白黒白白白白白黒白白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 白、そんな形でまだ問題がちょっといっぱいあるんですけど、やってると今日もうこの3ページぐらいで講座が終わっちゃうからやめますね。で表現なんですけど、先生方イメージしてほしい歌詞、1段目の 1,2 小節目、誰もいない台所、いいですか、イメージできました、誰もいない台所。で3段目がおかしないの、おかしいなそれで4段目、確かあれはお姉ちゃん、で同じものなんだけれども、どういうふうに弾き方を変えたいか、この1段目は誰もいない台所、音立てないで進め、見つからないようにってあるんですけれども、誰もいない台所でこういう感じで音をしないで、こうやって静かにキラキラ音を、この靴のが鳴るね、靴が聞こえてる、靴の音聞こえちゃう、裸足になろうか、本当は音は立てたくないね、だけどこうやって静かに、こうやって靴が鳴っちゃうけど、こうやって行くのが最初の感じなのね。そしてその次の3段目のはたどり着いたんだけど、台所におかしいな、おかしいなって心の中で思ってるわけ。さっきの緊張感とはまた別に、えどうしたらあったはずなのっていう感じで、4段目はあれ確かお姉ちゃんってこう再認識を持ってるわけ。なんか同じでも違う感じで、生徒が表現できなくても先生がそれをちょっと情景を言ってあげてほしいの、これだから、うん、例えばできない生徒がいるんじゃないかな、うちの生徒を見ててね。だったらば
歌詞をつけて、その情景がはっきり今どういう音を出しているのかをイメージできれば、自分で出してなくても頭の中はそれがちゃんとできている。でテクニック、さっきのアンケートじゃないけど、ちゃんと弾けるようになったりテクニックがつければもっと幅のある演奏能力がつけるけれども、最初にどんなイメージかっていうのをつけてないと、色をすり込んでいかないとなかなか難しい。取ってつけた色になっちゃうから、初めからそういうものをしてあげたいなっていうことを思っているんですね。それでフェルマータここで新しく作ってるけれども、あ違う、あの出てきてるけれども、フェルマータって自分の好きなように伸ばしてもいいんじゃないかと思うんですね。さっきの誰もいない台所を、そしたら第一と二と三四じゃなくて、台所いないかどうか見てる、音立てて一回息をしてとか、それからおやつがいない、おかしいな、おかしいな、あの時、わかります？フェルマータの後にあの時っていうふうにシーンがちょっと変わる、そのためのフェルマータっていう位置づけを私はしたんだけど、フェルマータをなんとなく倍のが伸ばすって、私が子供のちっちゃい時には2分音符だったら4つ伸ばしなさいって機械的にそういうふうになったんだけど、そうじゃない。だからうちの生徒がどういうふうに伸ばしてもいい。例えば確かあれはお姉ちゃん空っていうような、そういうフェルマータの伸ばし方いろいろあると思うね。だからそういう伸ばし方もそうだし、表現を つけるっていうのは先生方が口で言っても難しい。もちろん上手な教え方もあるんだろうけれども、私の指導経験の中では言葉がこういうふうにあった方がいい。それでこの本ができてからうちの生徒たちといろいろ喋る、そうするとイメージしてるのははっきり違いが分かる。だからやっぱり歌詞でまず歌詞でそのイメージを沸かすっていうのはどういうことなのかということを認識させる手段としてはすごくいいんじゃないかなと思っていますね。それでおやつを返せに行くと、もっとそれがクリアになってくる。歌詞ちょっと先生方見てください。お姉ちゃん捕まえろ、逃がさない、ウェーンって感じね。そして僕のおやつ返せ、僕のおやつ返せ、怒った、もう許さないって言ってすごい怒ってるわけよね。でも気がつきました、この文章全部誰もお姉ちゃんが喋ってるシーンないですよね。次もあれれこれは何だっけ、あるよ僕のおやつ、僕のおやつ あったんだ初めから、ごめんお姉ちゃん僕のおやつあった、勘違いだったよっていう形で、その辺が全部この男の子が心の中で喋っている。1段目の1、2小節がいろいろな、ちゃんと切って、フェルマータの後にいつも切って、僕のおやつ返せ、僕のおやつ返せ、怒ったん、逃がさないじゃない、許さないっていう風になって、でここまでちゃんと切ってる。そしてここから気分が違う、自分が誤解だったんだなというのが 3段目と4段目の弾き方と1、2段目の弾き方は違ってほしい。1、2段目はもう怒ってる、でも3段目、4段目は違ってたんだなっていう感じで、照れ笑いのような弾き方、あれれこれはなんだ、あるよ僕のおやつあったんだ、初めから、そしたらその次は今度は謝る、ごめんお姉ちゃん僕のおやつあった、勘違いしてたよって言って、してこうやって逃げちゃうかもしれないし、だからそんな形で一曲の中にも怒ってるシーンと誤解してたごめんっていう形で引き分けができる表現。このね、おやつがないとおやつを返せはもう表現していただくのにすごくいい題材じゃないかなと思っていますね。ですから、
表現能力が少ない他のテキストを使っている方でも全然構わないし、あもうそれはあのどんな時でもいいんですけれども、ちょっと休憩でこういう曲を挟んで、表現ってこういうことなんだよっていう体験をしてほしいなとすごく思いますね。そんな形ですね。ページ10は不定八分音符が出てきます。この時オリズムピックの B を使ったりして説明をします。そして分け打ちリズムですけど、ポップコーンっていうので最初に教えてますけど、ポップコーン、まず右手をポップコーン、これね1個を4回やってください。これあの編集中のスペースがなかったので1個しか載ってます。そしたら左手をポップコーン、それを同じようにやっていただきたい、ホットドッグとカレーと。そしてそれが終わったら、例えばこれを逆に慣れたら1小節ずつチェンジ、これ最初難しいからすぐにチェンジするのは難しいでしょうから、4回ずつぐらいにやりながらやってください。私だけかもしれないけど、カレーのリズムって厳しいリズムって自分の中で感じるの。不定八分音符って十六分音符ってなんかポーンパンヤンパンパンだけど、カレーはカレーカレーっていう感じで、逆に両足でやってもカレーカレーっていう感じで、すごく厳しい感じがこのやっぱり十六分音符の先に来るとするので、その違いを生徒に分かってほしいなと思っていますね。ページ11、4分の2拍子が出てきますが、この時ハローこちら音楽ドクター2巻を一緒に勉強して説明をします。そして風天ハッチ、この今11ページなんですけれども、1段目の右手と3段目との左手どうですか。1段目の右手と3段目の左手同じですね。それでこれはもちろん、はい、左で、これもそうなんですけれど、全体的に自分が曲を作るときには右手がそれが出たものを左手でバランスよく両方が出るように、左手がいつも伴奏じゃないように私は作ったんですけれども、そういう意味でどっちがメロディーで伴奏かっていう形でフォルテとピアノがついてますよね。じゃないでしょ。それから左も、ここではちょっとちゃんと勉強したいかなと思います。で難しいのも言ったらさっきのカレー、まずここだけ合わせてあげてほしい。そうじゃないとこういう子がいる。重力分音符の次の音を合わせる子がミ、レ、ド、シっていう子が結構多いから、ここをちゃんと弾いてほしい。先生方ちょっとその頭の100の音だけ弾いて、ミ、ド、ミ、ドって弾いてる。そしてその今のこの弾いた後にレ、その次にドを一緒に弾いてから、分かんない子がいたら今みたいに止まってレを弾いて、次シを弾いてって言ってからカレーカレーっていう風に教えてあげてください。ここがね、抑えどころ。ここ意外にこれね、さーっと通っていかないでください。2段目と4段目はやっぱりカレーのリズム大切だなと思っているので、そこはちゃんとやっていただけたらいいなと思っています。ところで風天ハッチってどうしてこういうタイトルつけたか分かりますか。ジョークね、またおじさんギャグ。不定八分音符が出てくるので初めて風天ハチにしました。次ダイヤモンドの指輪、ダイヤモンドの指輪ですけれども、お店
店屋さんとお客さんに私はこれを分けてます。で、どっちがお店屋さんでどこがお客さんか、これを子供に、子供じゃない、生徒にやってほしいんですけど、歌詞でいらっしゃいませ、何をお探しですか、おっしゃってくださいね。え、ダイヤモンドの指輪、それも高い指輪って今、ダイヤモンドの指輪っていう感じで、そして店員は心の中でいい客だ、いい客だ言ってるわけ、本人には言ってないんだけど。ところが3段目はさ、今度は客、どうしよう困ったなっていうか、どうしよう困ったな、お金ないの、ダイヤモンドの指輪、それも高い指輪と言っちゃったって困ってるシーン、これも一曲の中で景色がガラッと変わる、そういう形で、ちょっと聞いてください。これが、切れるように作ってます。で、3段目から今度はちょっとマイナーになりますよね。どうしようかなって切る、お金ないのに焦ってるわけですよ。そしてダイヤモンドの指輪、それも高い指輪と言っちゃう、味噌をこそこそ出ようかなって、これちょっと私の体験なんですね。銀座の三木本パールというのがあって、そこへ見に行ってすごいなって思ったんですけど、店員が来てちょっとこういう状態があったのね。だからちょっと自分の体験も踏まえてこれはあるんですけども、そんな形でやっています。あの2段目から3段目に移るとき、シーンが違うって言ったでしょ、さっきは。ダイヤモンドの指輪、それも高い指輪、いい曲だ、いい曲だって、タンパララララン、ダンタララってやってるけど、今度は、テンポがね、あのテンポって、テンポは同じだけれども、リズムがぐっと変わる。いい曲だ、いい曲だ、どう？おしよ、ここがね、こうなる子が多い、半分の長さになる子が多いの。そうだから、ここのリズムの違い、いい曲だ、いい曲だ、どうしよ、ここのリズムが間違いやすいので、そこは、指導のチェックポイントです。多分すごく想像しやすいんじゃないかなと思うんですけれどもね、そんな形でやっています。次に、洗濯機の調子はっていう曲なんですけれども、1段目と4段目はどこが同じでどこが違いますか。これは音もリズムも、1段目が、になってる。それが4段目では、2段目の左手はどの小節も同じですか。
違いますか？2段目の1小節目、2小節目、3小節目、4小節目、みんな同じですよね。それでそれを弾くでしょ。その次2段目の右手1から3小節目までは同じ音ですが、臨時記号がついています。で、生徒に答えさせていただきたいんだけれども、2段目ね、先生方、2段目のラとファシャープ、最初にラとファって生徒に呼ばせて弾いてって言うと、こういうこうシャープをつけ忘れてる子がいるのと、え、これ何調っていうふうに聞くんだけれども、私は調合を言わせるときに、例えばファとドって答える子がいるんだけれども、言ってファシャープドシャープとか、そういうような形で早く言ってもらう。ファシャープドショドシャープ二調調っていうふうに言わせます。で、ここは白と黒。その次二小節目はラがフラットとファが今度ナチュラルだから色は黒と白。3小節目の音は1小節目の音と同じなんですが、最近は丁寧にナチュラルやシャープをつけるそうで、この本もそうなっております。この曲の1段目は洗濯機がいつものように動いています。2段目はなんか変な感じです。3段目はさらに動きが変で壊れるかどうか心配です。4段目は元に戻り安心です。それをイメージしながら演奏しましょうって書いてあるんですけれども、やっぱり1段目2段目3段目で、今度はさっきは2段目ごとに引き分けてたのが、1段ごとに感情を変えてほしい。先生方、洗濯機壊れた経験ある方だったら多分わかると思いますね。あとこの曲はね、指のくぐしと声が出てきます。2打目が1の指を超えてまた1が戻る、そういう形がっていう形が出てきますので、それをこのイメージね、このイメージはすごく大事な、これは曲じゃないかなと思います。片手ずつだとスラを守って弾けますが、両手になると音が切れてしまいます。3回弾かせるのが限度で集中が途切れてしまいます。頭で違いを分かってるね、違いは分かってるんだけど、実際に弾くとできないのです。そしてもう嫌って弾かずに感情的になってしまい、こちらもどうしてよいか戸惑います。それでその先生はまた来週やりましょうねと伝えて終わってしまいます。そして本物のピアノか電子ピアノかで音のスラが分かりにくいというのに原因があるかもしれませんねっていうことなんですけれども、前回の分かるの2で私そのスラの話をしたと思うんですけれど、先生方は覚えてらっしゃいますか？鳥さんおはようって組曲でハイドの曲でこれをやりましたよね。やってその時にこういうふうに手をこういうふうにするのよっていうふうに言ったのを覚えてるかどうかわからないので、ちょっともう一回そこだけ復習したいと思うんで、あやこ先生うなずいてないで、先生とやったでしょ、手をこういうふうにやったの。それで急だけどゆっくりすっごいゆっくり見てみて、それで先生がここの、ね、質問した先生を覚え出して弾いてで、ここに結構硬いですね脱力しましょう、もう一回ねだって切ってここをこれだけ、ここだけやる、次に行かない、いつ切るのか、その次がっていう感じで、分かんなかったらこれをやって、タララ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 、こういう風に上げるとタイミングが分かるわけね。そして実際に弾く時には、今度それが分かったら弾いてもらうんだけど、それでも分かんなかったらこういう輪ゴム、これそれでちょっと弾いてみてくれる？
こうやるの、わかる？わかる？こういうふうに、こういうふうにやって、それが分かったら、そうそうそう、それこれが分かったらこれを取って、今度は透明で、ちょっと弾いてみて。ってこういうふうに、これでこうつまんでやってあげるの。で、大体先生方も笑ってたけど、面白いでしょ？だから、それをやってあげたらいいと思うし、ありがとうね。あのポイントはやっぱりね、続けて何回もやるじゃなくて、そこのまずここだったら上げて、こっちをそのまま下げてるよ。そしてここだけ、ここだけ取り出してほしい。生徒が弾けないっていうのはどん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 、はい次もやって次もやってじゃなくて、そこのとこだけとにかく見て、なんかそれで見て上げて、それを左そのままここで止めて、ここで止めて。今やってるのがね、2巻の2って39ページの1段目のところなんですけれども、それで素顔をやってあげるといいんじゃないかなと思っています。それから生徒ができないとイライラしてしまうことがよくありますよね。それはね、そんな時はね、違った切り口でしてほしい。例えばその素顔をこうやってあげてほしいことだけにやってるんじゃなくて、今みたいに輪ゴムを急に引っ張り出してね、そう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 なんて言うと、こうなってた生徒の気分を違う方向に散らすっていうことが大切じゃないかと思うんですけれども、弾けないっていう感情を植え付けないように、それはみんなが間違えるときここだけでやればいいよ、この一箇所だけできればいいよっていう形で、今みたいな形でやって、次のところ、例えばさっきのところがスラの違う左右違うことができたら、じゃあここができたら、じゃあ今度来週はここをやろうね、じゃあこことここをつなげてできるかなっていう感じで、一番大事なのは先生の焦らないこと、先生の焦りを見せないこと、それから雰囲気を変えること、それはすごい大切だと思う。あとはパニックになった顔を見せないで、先生が深呼吸をして、なんか面白く輪ゴムでやってみようかみたいな感じで、先生も楽しくすれば ストレスたまんないから、やっぱり気分をどうやって生徒がその悪くなりそうな時、弾けなくてむくれそうな時、泣きそうな時、どういう切り口にいくか、すぐもうそれを引きずらないで、お願いだから引きずらないでほしい。それをどうしたの、悲しいの、泣いちゃって弾けないからなんて、あと言わないで、もう全然違うことにしてあげてください。これはちびちゃんたちでも同じなので、そういうことをしてあげるといいかなと思います。ワカールピアノ3、14ページ3連符に戻ります。オリズムピック B で3連符がどうしてできたのかを説明します。キリキリマンが四分音符を分けることによって三連符の意味を理解することができます。三連符の時にこのキリキリマンで四分音符を2つに分けたのか、四分音符を3つに分けたのか、それで四分音符の2つと4つをやってるんだけれど、三連符っていうのは3つに分けたんだよっていうことをここで教えています。ゲームします。2つ3つ4つがここのリズムに出てるから、例えば四分音符が1手のね、これだったら先生方も打ってください。ラ、もしくはラ、ピアノの何の音を弾いても何の音でも一応音でくる四分音符、八分音符にして三連符、2つ分け、8分音符にして、じゃあ3連符にして、じゃあ16分音符にしてっていう形で、まず遊んでピアノで1音を弾くのもいいです。そういう形でやってください。そして今度怖い夢っていうんですけれども、あなたは怖い夢を見たことがありますか、それをイメージしましょうっていう感じなんですけれども、まず 1,2,3,4 と数えながら3連符だけを弾きますよね。3連符だけ弾きます。これアフタクト1、先生方はピアノ弾いてください。1
1、2、3始まる。ついてんじゃないかと思いますけれども、牛丼の曲っていうのは、まあ、私お料理好きなんだけど、リズムと言葉が結びつけられたらいいなっていう形があるんですけれども、待って、先生が 1,2,3,4 って言いながら、この牛丼の右手のリズムを打ってください。言葉が足りなかったね。 1,2,3,41,2,3,4 という形になってきます。そんな形でリズムだとちょっと難しいなと思うんだけど、これが言葉でちょっと今度一段だけでリズムいってくださいね。1,2,3,4 わかるクッキング、今日は牛丼。
ビューニクって感じで言葉を言うと、これ本当にこうやって作ると牛丼の作れる歌詞になって牛丼になると思うんです。でそんな形でやりますけれども、例えばこの中でゲームで3連符だけを弾きましょうとか、例えば 2段目左はそのまま弾いて3連符だけ右手を入れましょうでもいいし、ただ1、2、3、4数えながら痛めてください、1、2、3、4、1、2、3、4っていう形で、そこだけの3連符の出てくるところだけを意識させてもいいし、じゃあホットドッグのリズムだけって、私ちょっと色付けをこういうふうに楽譜の、リズムごとの映ってます、そんな形で楽譜ごとにリズムの色を分けてやってるんだけど、こういうのもどのリズムかなっていうことが分かるからいいんじゃないかなと思いますけれども、そんな形で、で左手はこういう、あえて難しいリズムを左手は出してません。なぜならば右手でリズムをきちっと分かってほしいから、もう左手は4分音符と2分音符で言います。先生方、じゃあ右手だけでもいいし、左手だけでもいいし、両手を弾いてもいいし、歌いながら弾いてもいいし、先生方それぞれ自分で何かをして、やってください、弾いてください。1、2、3、4。教えたいかの歌詞をつけているんですけれども、そう、そんな形でこれをやってみてください。やっぱりイメージ、歌詞から牛丼をどうやって作るかイメージできるかなっていう、そしてピアノで美味しい牛丼を作ってくださいっていうのが私がこのメッセージに入れてますけれどね、そういうことが必要じゃないかなと思っていますね。ファミリーレストラン、これね、最初のところね、行こうってこれね、音ラドラドでしょ、これ母音でいくと、母音じゃない、ラってさ日本語だと何、いいでしょ、だからこれいいにしたの、すごい細かいことやった。そして行こうどういおーって なんでしょう、ラはいいで、こうは母音だとおーだから行こう行こう、その次がファ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 ミリーがファ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 ミミにくっつけてるの。それからレレレストラにしてるわけ。でランナンランナン、分かってましたこれ。そういう私のギャグがあるのね。そしてリズムのところはボクカレーカレー、この人は僕はカレーが欲しい。私は三連符でスパゲッティ。入ってるわけ、オリズピックと同じように。デザートヨーグルト、これはねクリームヨーグルトはまずいなと思ったから、デザートヨーグルト食べたいの、嘘にしたわけ、カレーのところがしまってる、感じて意気揚々と行こうよって言ってみんなで車に乗ったんだよね、これで車の中で僕はカ
これ私はスパゲティ、じゃあパパとママは何がいい、ヨーグルトは何がいいのかって散々話が盛り上がって、レストランに行ったらばファミリーレスに行ったら閉まっていると。でいつも言うんだけど、コマーシャルで使ったらご安心ください、我がレストランは24時間無休でやってますっていうサインが欲しかったのね。これは本当に残念なんだけど、イラストを載せるスペースがなかったからできないんだけど。で1段目2段目はどうですか、左手は。ファミレドがほとんどで、ソミレドが、3回目があるんで、ファミレドとソミレド、ファからソの違いで、あとはミーテンドになってる。だから右手がリズムが忙しい時は左手はシンプルにしています。そんな形で、やっていますね。だから例えばこれ発表会なんかで、なんか発表会じゃなくても演奏会の時、ファミレドを前奏にしてもいいの。行こう行こうって入ってもいいです。そういう形でできます。それから多分これで何が難しいかっていうと、右手が当然難しいんだけど、左手とどこで合わせるかっていうのは難しいわけね。で特に2段目、じゃあ先生方、右手をラの音、3の指でラ、左手をじゃあドを3の指で、これでリズム打ち、2段目を分け打ちリズムを、左手がド、右手がラでいきましょう。1、2、3、4、書いた曲っていうけれど、細かいところで細かく表現を、表情を変えて、先生がそっち側にで生徒をここに座らせて、私は音が、先生は音が聞こえないから表情だけで見せて、川の表情がどうなってるかなっていうのもいいと思う。そうすると例えばじゃあまず先生ができるのかっていうことになるよね。例えばこうやってで、こういうのが先生も表情が豊かにできるかっていうことになるんだけども、できれば鏡の前でやってほしい、そういうのを自分で歌いながら。
行こう行こうだって、こうやって自分で動作をしていただくことによって表現っていうのができるんじゃないかなと思いますね。それをよくやっていただきたいと思います。そう、次は17ページ8分の6拍子が出てきますが、ハローこちら音楽ドクターのブックトゥーで表紙を勉強します。感じてもらって、あと大きい。親分の普天四分音符で8分の6は2拍子形だよっていうことを感じてもらうっていうのが8分の6をしています。で、ここの、分かるの3でも、これは今度は何をしたかというと、8分音符6つでにしたの。8分音符6個でをつをこに変えていいんです。8分音符6個で8分の6拍子、どちらでもいいです。でもこれを歌ったら何かっていうのが分かる。忘れたらこの曲を弾かせて歌ってください。夢のブランコ、これの練習問題に 1,2,3,4,5,6 と8分音符を1つとして数えながら分け打ちしましょうっていうのがあります。夢のブランコ、それをちょっとやってみましょうか。これこういう曲でだけど、これを分け打ちで 1,2,3,4,5,6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  1,2,3,4,5 2段目1,2,3,4,5,6 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 分け打ちの時はリッドとかフェルマンドとかつけなくていいですね。じゃあ今度はこれを1,2,2で不定8分音符を1個としてリズム打ちを1,2,2 っていう形で両方のことをこれは体験をしてもらうことになっています。そして右手の練習で 1,2,3,4,5,6 と1拍目と4拍目を取り出して弾きましょうというのはここに書かれています。ここでこっちの練習の音で、それはどういうことかというと夢のブランコ 1,2,3,4,5,6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 1,2,3,4,5,6 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 1オクターブ、そうだ、こっちね、ありがとうございます。ね、分かりました。でも 1,2,3,4,5,6 でそれをやります。
形になりますね。そんな形でやっていただけるといいかなと思います。これすごく綺麗な曲よね。ワカールピアノ3、18ページ異端調が出てきます。その時にハローこちら音楽ドクターブック4を使った18ページですね、18ページ、19ページ、20ページ、21ページにわたって短調というのはどういうものだろうかという説明が出ています。ここを、一緒に生徒とやるととても理解ができるかなと思いますので、ぜひ取り入れてみてください。わかるの3では、見ていただける、ここが変わりますっていうところがありますよね。ここが変わるっていうところ、ここだけが変わって、あとは違う。例えばラシドルも同じ。自然はここがファーストダンスまで戻ってくる。和声的はここが同じで、ファーストダンスが和声的で戻ってくる。旋律的もここまでが同じで戻ってくる。で、私が今から先生方はこれを見ないで、自然、和声、旋律って言ってほしいんですけど、ここが変わりますというところのみ弾きます。和声ね、自然、旋律、これね、結構ここだけを取り出してそれだけの違いを聞かせるってね、大事だと思う。違うことが分かる。で、私はそれを使って迷子になってっていうのは何単音階か何か分かんなくなるなと思うから、タイトルを迷子になってっていう形になってるんですけど、最初は でなってる。これは自然になってる。生徒たちに感じてほしいからやりました。悩みが何かありますね。これもだから 1,2,3,4,5,6 っていうリズム打ちと 1,2 の不転子分布をしたリズムを打ちます。はい、右手1段目何度の音程ですか。全部これは3度。じゃあ左手の1段目各小節の初めの2音、5と2の指の音だけを弾きましょうとここに書いてある。まだ1曲全部弾かない。何度？5度。6度。今度はそれが6度だけどシャープつかない。そしてこれ。右手2、3段目で一緒に弾くのは何度の音程ですか。もうやったよね。2、3段目やってない。2、3段目で一緒に弾く音、3段目がこれは全部6度。それが言いたいですね。その次左手3段目1から3小節目は同じですか違いますか。同じ。その次じゃああとはやっぱりそういう形ですね。でこれここで言葉がないでしょ。もうだんだん言葉を入れてない。さっきも言ったダイヤモンドだの洗濯機だのいろんなこと言ったけども、この辺あたりから言葉を入れないようにしています。というのはだんだんイメージを出して弾くっていうのがどういうことかっていうのが分かってきてもらってるので、こういう時にね、生徒に状況のなんか
書いてもらってもいいの。物語を書けって言うとオーバーだから、これはどんな感じかというその感じだけを書いてきてっていう形でもいいと思うけど、最初は1段目に対してこれ3度だったよね。2段目が6度最初の感じは何かっていうと暗闇の中に入っていくような感じだけど、なんか鳥肌が立つような、なんか感じるような、何かがいるようなっていうのが2段目じゃないかと私は思うわけね。さ、1段目も とりあえず暗いけど、まあ、入っていこうか、だから3度なわけ。そして2段目で展開が起こるんだよね。やっぱりなんかもうなんかどっかになんかもうごめいてるような感じがするよっていう。それで3段目が、1段目はだけど、ここは3段目は同じパターンがさっきも言ったように3回繰り返すでしょ。つまりそれだけ不安が募るわけよ。不定四分音符で動いたのに対してこれはだからそういうことが表現って、ただ音を見て弾くんじゃなくて、どんな風な形で書かれてるのか、そしてこの人はどうしたんだろうね。なんか現れた。戦って自分は勝ったんだっていうような私の中ではイメージで作ったんだけれども、その生徒が全然違うことでもいいわけ。負けて自分は死んだでもいいんだけども、とにかく一段ごとにこれをストーリーを私は持って作っているわけだけれども、それをちゃんと感じてほしいなと思うし、言葉がなくてもそれをその時の一段ごとの気持ちがそういう形になってほしいなという願いがすごくあります。メヌエット、これこれが波長調、二長調、平長調、それから全部調も変えればリズムも変えれば、調も変えれば表紙記号も変えています。でこれは何をしたかったかっていうと、知ってるメロディーをいろいろに遊んでみることを楽しんでもらおうということが一つのことと、やっぱり表紙も違う、調も違ってくると一つの曲がどんな風に色が変わるのかなっていう表現、これもいつも最初から最後までこれじゃなくて、例えば4分それから平長調の4拍子は全部感じが違う。それをやっぱり弾いてる生徒の気持ちがそうなってほしい。例えば途中調の方がいい、ちょっと優しく今度は4分の2の16分が入るときつい感じがするんだけど、4拍子は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 4拍子
っていう感じ。だから同じ曲でもそれぞれが違うんだなっていう表現を、やっぱり表現を変えてほしいっていう強い私の気持ちが、こういうふうな曲をアレンジをしたんだけど、あくまでも生徒たちが感じ取ってくれるように、それも短いパターンで取ってくれたらいいなっていう形でこのメノレットは使いました。でも結構これ発表会でやっても面白いと思うね、いろんな形が。で、例えば次は、はい、メノレット徒長表4分の3おで同様です、よっ、と次はメネット波長調にしている8分の6ですという説明を発表会でしてあげて、聞くと聞く人も、あ、違うんだってプラカードかなんかあってやっても面白いかなって私は思うんですけども、基本的にやっぱりレッスンが楽しいことをしてあげたらいいなっていつも思いますね、そこは。で、あのお悩み相談の質問、例えば生徒が怒ってしまうということもそうなんだけれども、その先生が楽しくやってると弾けない生徒も楽しくなっちゃう、そのオーラが来て。それを今週も感じたんだけれども、入ってくる時に弾かない、ピアノ弾かないって入ってきた子がもう困っちゃって、親がでもまあとにかく入ってきて、弾けないんだってね、分かったよ、それは弾きたくないからね、いいよいいよいいよ、じゃあ一小節だけ弾いたらバイバイしようって言って、一小節だけ、右手だけを弾かせたの。そしたら、弾けないって言うけど弾けてるじゃない、嘘つきって、私が帰って一緒に怒って、すごい嘘つき、弾けないって言ったの、弾けてたって言って、やってるうちにニコッと笑って、でも安心しないで、それを3回弾かなきゃダメよって言って、一小節を3回弾くようにして、だん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 こっちのペースに乗せて、そしてそのうちに私が、もうあなたっておかしすぎ、もう笑っちゃう、やだやだって私が大笑いしてやったら、自分が間違えてもこういうように間違えてんじゃなくて、ニコッと笑い、間違えちゃったみたいな、もう一回やってみるみたいな、ポジティブな空気に変わる。だからパニックにならない、焦らないで、先生がやっぱりこの野郎と思っても、うわ面白すぎて、もうやだーなんて、面白いってハハハって笑いながらやってあげると空気が変わると思う。だからその空気の変え方をどうしたらいいかっていうことだと思うんですけどね。わかるピアノ3前半が終わりました。次回最終回ですが、先生方に前もって質問があります。どうかお答えを私の方に書いて送ってください。表現のことを言ってたら、フェイスブックで質問が来たんですよね。今回の質問が表現の質問だったんですけれども、音自体を聞くことができない生徒に困っています、逆に質問されたんでね。初めから音源と合わせて、例えばじゃあ音源って何だろう、スマホで合わせてるのか CD で合わせてるのか、何かわからないけど、初めから音源と合わせてピアノを弾いている複数の生徒について困っています。楽しんでいたから良いと思っていましたが、2年目頃から音源なしで弾くことがつまらないようです。よく音を聞いてと言っても、今まで自分だけの音を聞いてこなかったせいかっていうのが、音源と一緒に合わせたせいか、ピアノだけでは物足りないようですと。意味わかります、言ってるの。ぜひ先生方にご意見をお聞きしたいですっていうこと。だから音源だけできっと、例えばリズムとかソルフェとの音源はいいけども、ピアノを弾くのも全部、とにかく全部音源でやってきたんでしょうね、この先生は。そして2年目後からもやっぱりちゃんとソロで弾けなきゃいけないから、自分だけで弾いてって言ったら、その生徒たちが音源がないと乗らないとか、寂しいとか、なんかつまんないピアノは嫌だっていう状態になった。で、自分の音を聞くということを最初からしてない、合わせることはしてるの、音源に。そのお悩み相談なんだな。だからこの、見てる、今ね聞いてる先生方は、これをどうしたらいい、また同じような問題があるのか、だからどうしたらいいっていうか、自分の生徒にもそういう生徒がいますっていうものでもいいし、いやもうそれはこういうふうにして、そこをこうし、どう言っていいか分かんないけど、とにかく何かこのことについて、今度の11月の
何日だっけ、11月の12日にそのこのことについてまた話しますので、間際に答えてもらうのは困るから1週間前まで、11月12日の1週間前は7か引くから5、11月の5日あたりまでに答えていただければいいなと思います。そして11月は、連続10回講座を受けた先生方に認定書を、修了書をお渡しいたしますので、漢字が変わっちゃったとか、なんか名前が変わっちゃったとか、そういう人がいたら連絡しないと修了書に違った名前が書かれちゃうから、例えばあるでしょ、自分の本名がいいとか、いやレッスンしてる仕事の名前がいいとか、分かんないけど名前が変わっちゃってこっちの名前でしてほしいっていう方がいたら、10回連続で、受けたり先生はおっしゃってください。こちらで用意してそちらに送ることになると思います。で一応こんな今日はここまで21ページでしたけど、11月はホットドッグ祭りからやります。22ページから最後までやろうと思うのでよろしくお願いします。でした、ありがとうございました。